タクラマカン砂漠の南端に沿って、コンロン山脈が連なっている。コンロン山脈とは、中央アジア地域にある約 3000km に及ぶ大山脈で、標高 6000m 以上の鉱山が200歩以上連なっている。新疆ウイグル自治区タクラマカン砂漠の南、チベットの北部、中国の西部にあたる。パミール高原に接する中国西部の国境を南に伸び、 それから東に曲がり、チベットの北の境界になっている。また、麓のタリム盆地南端を走る、西域南道には、コンロン山脈の氷河を水源とする内陸河川、カレーズに考えされたオアシス都市群が連なっている。最高峰は、中央部のムズタグ山。著名な山は、コングール山、ムスタグアタ山、製造鉄道からその氷河もよく見える、極守法などがある。 中国視野の松本前回は、中国には北と南の二つの中国があり、中国の歴史を捉えるにはその北と南の相違を理解しなくてはならないと述べ、その境界線を、混ン山脈から東に連なる新霊山脈、福牛山、大別山脈と次第に低くなる一連の山系としている。この山系の北側にあたる中国は乾燥し、畑作が中心、人々も、 長身で主なが、南側は湿潤で米作が中心、身長も低く、丸顔が多く、文化的にも南北で相違があり、対立もあるとしている。ありがとうございます。